はい、皆さんおはようございます。今ね、今起きたんですけど、なんか変な夢見たわ。変な夢見て起きた。よくわかんないね、居酒屋におって、で、なんかよくわかんないやつも一緒におってんやん。で、そいつが向こうの障子の向こうにあるイケスになんかこうバシャンとかなんかこう行きやがってんやん。で、そいつ見たら俺の携帯持ってんねん。おいって言って、お前俺の携帯持ってるやんって言って、弁償しろよって言ったら、そいつ俺何もやってへんからみたいなの言うねや。なんやねん、お前俺の携帯持ってるやんけ、液晶グニャってなってるやんけって言ったら、俺何もやってへんからみたいに言うねん。で、起きた。よくわからん夢やったわ。何やったんかなあれ。まあそれでね、起きてあのコーヒー飲んでタバコ吸ってたんですよ。それやったらうんこ漏らした。いや、平行いたらうんこちびっちゃって、今ね、あの洗ってシャワー浴びてきたところです。はい、じゃあ、ご飯時の人もいるからね、うんこの話は置いといて、置いといてね。じゃあ今日もスタートしましょう。はい、後悔しない生き方、よし、じゃあ行きますよ。今日のね、お題はこれだ。よし、できると確信して全部やれ。できると確信して全部やれ。できるようになったら、ま、人生変わる、自分も変わると思うわ。なんか楽しくなるだろうし、楽になると思う。これな、まあなんかやるときってだいたいみんな、なできなかったらどうしようとか恥ずかしいとか、まあそんな気持ちになるやん。で、恥ずかしいっていうのにも、まあいろんな種類があると思うね。まあ例えばまあ単純にできなかったらどうしようとか恥ずかしいとかね。あとは好きな女の子の前で恥ずかしいとか。あとはそうだな、まあ失敗したらその周りの人たちに気づかれてしまう、なんか知られてしまうから恥ずかしいとか。あと小さい頃は勉強もできてスポーツ万能な、で大きくなるにつれてどんどんすごいやつが現れてくる。で、そいつらによくわかんないの嫉妬だったり、まあ焦りみたいなものができて、で、まあいつの間にか失敗を恐れるようになってしまって、で、自分のまあできそうなことぐらいにしかチャレンジできないとか、まああとはそうだな、周りから自分はイケてるって思われてるとかって勘違いしてるやつ、それね、まあ勝手にな、多分自分の中でまあイケてる自分みたいな虚像みたいなのを作っちゃうのかな。それで勝手にイケてると思ってカッコつけて、で自分の、あの失敗しそうなことにはチャレンジしないやつ、まあいろいろあると思うわ。でもな、それでまあ一つ共通することがあって、それってやっぱ人の目を気にしてると思う。自分のそのまあやりたいやりたくないで判断してない。これね、全部俺のことカッコつけてたな。ほんと、おい、どんずら下げて言ってんねん。うんこ漏らしてるやんけ、笑顔見せよ。やりたいだけ。恥ずかしいこととかな、自分のコンプレックス、まあそんなんはもう全部ネタにしちゃって、自分の中のそのちっちゃいプライドっていうのはもう捨てちゃうな。デブやったらデブネタ、ハゲやったらハゲネタ、うんこ漏らした時はうんこネタ。まあこれができるようになったらな、自分でもよく分からへん、まあ、自信みたいな、なんかその確信みたいなの持って、なんかこうやりたいことにチャレンジできるようになると思うんだよ。それなぜならば、
失敗はすべてネタになるから。以上です。いってらっしゃい。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。